どうもよろしくお願いします。今日はね、昨日下ごしらえしたメカジキのあら汁だったかなをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくです。よし、こんな感じでいいかな。さて、ざるとお湯を沸かします昨日のアラがね、多分塩をバンバンに振ったので、はい、これくらいの大きさあります。塩バンバンに振ったんでね、いい感じになってると思います。ちょっとね、大きいんでぶつ切りしましょうね。はい、ワドツ洗いましょう。臭みもだいぶ取れたはずですね。量大きいんで、切りましょう。食べやすい大きさに、アラのね。切れるかな、切れ、あ、ちょっと100均の包丁が厳しいか。ちょっと骨がね、切りづらいですけど、食べやすい大きさに切っていきましょう。骨を切ります。硬いね、骨が。あー、これ包丁入らないかな、無理かな。骨はちょっと厳しいですね、歯が入らないですね。あー、危ね、危ね、ちょっと無理かな、無理ですね。これこのまま煮ますか。しょうがないんで。しょうがない。田辺さん、俺のあそこを見てほしい。生姜切ります。たくさん入れましょう。
とネギかな。あー、ネギ痛むな。うわ、ネギ、あ、もう腐ってるな、これネギダメです、死んでますね、ネギは殺しました、ごめんなさいネギさん。あ、ネギダメだ、腐ってる。まあいいや、生姜だけでいこう。汁が出て色が変わってたから。徳野さん、冷蔵庫ないの？冷蔵庫あるよ。アイテムありがとうね。みんなこんばんは。冷蔵庫あるよ。沸騰したんで湯通します。ここに沸いたお湯をぶち込みます。はい、ぶち込みました。身の色が変わったら洗います。あ、ちゃあちゃ、よく洗ってください。ぬめりを取りましょう。そしたら今度はどれくらい作ろうかな。湯通ししたので、まあいいや、この鍋で作るか。酒でいいんだよね。酒少し入れて、少しみりんも入れますか。煮切りましょう。
太郎はどり返さんはどっち。コリンセイさんはどっち。はいはどっち。コリンセイ久しぶり。お疲れ様です。酒粕は入れますか。酒粕入れないっすね。49,550円のかな今。銀河のは動産 PC まで495,500円。入れます。はい、こんばんは。ゆきさんいらっしゃい。そう今日の晩ご飯。お疲れ。モンちゃんは次いつ遊びに来るの？あさってぐらいかな。あれ今日帰ったんだっけ？あれいつ帰ったんだっけ？モンちゃんもう2日経った。あさってぐらいかな来るのは。銀河さん、昨日か、帰った。関ちゃんの金さん、のんちゃん、昨日もコメントだったね。そっか、昨日もコメントだったか。こんな味噌で煮たら大体うまくなるからね。間違いないでしょ。味噌で煮てまずくなる要素がないんだもん。どう考えても。でしょ。今日何曜日？のりこ
コアット銀河さん、今日は病院でインフルエンザの予防接種してきた。あ、そうだったんだ。だから病院行ってたんだ。のんちゃんがいい子にしてるから俺嬉しいよ。リミさん、今からですね。そうだよ。今、のりこアット銀河さん、店。水曜日ね。え？開けて水曜日。開けて水曜日。ゴミの日ってこと？ゴミの日は過ぎたってことかな。開けて水曜日。何曜日だ。ミミさん、のりちゃん、こんばんは。あ、違う、今日ゴミだったんだ。今日ゴミだったんだね。なるほど。僕ため人間さん、かま、きらんの。のりこアット銀河さん、こんばんは。入れまーす。いいね。うわ、これはすごい。すごいわ。アランシールだよ。僕ため人間さんね、嫌いの？ミミさん、のりちゃん自宅でも猫ちゃんたちとまったりしとね。のりこアット銀河さん、和田さんのあら汁おいしいです。魚何でもいいんだもん。あー、延長したいんでアイテムお願いします。延長したいんでアイテムお願いします。皆さん、アイテムをよろしくお願いします。頂戴のアイテムをよろしくお願いします。チケットがありません。よろしくお願いします。僕だめ人間さん、ご時期よろしくお願いいたします。
にさ、延長いくらなの？延長は1回50円。30分に1回50円はかかるから。ゆうたんこさん、こんばんは、あらしるですか？あらしるです。こんばんは。乗り越えと銀河さん、ありがとう、ハートありがとう、ゆうたんたさん、ありがとう、みんなありがとう、アイテムよろしく。あとツナマヨ、ツナマヨおにぎりにしようかな。ツナマヨ、ありがとう、ハートありがとう、延長に使うよ、ありがとう。じゃあのんちゃんとゆたんたさんとにんにのおかげで延長します。ありがとう、ありがとうございます。延長しました、ありがとう。マナーだよね。ありがとう。醤油をちょろっと垂らします。で、マヨネーズ、天使が流した涙、マヨネーズ。ノリコアット銀河さん、あちゃおむすびも美味しいよ。結び美味しいよね。よし、もう捨てよう。のりちゃん元気になってきたかな？のりちゃん元気になってきた、すごく嬉しい。ねえ、嬉しいよね、のんちゃんね。ありがたいね。よくしてくれるリスナーさんたくさんいて。炊いたご飯だからもう色がやばいね。
たてが美味しい。ロリコアット銀河さん、着心地も良くてとても感謝です。オンペ、ロリコアット銀河さん、今日は三角おにぎり？今日はっていつも三角だよ俺。ミミさん、食べてみたい。さん、外食は楽でいいですけど味気ないので、やっぱり自分で作るのがいいですね。うん、自分で作るのはいいよね。うまいもんがたらく食べられるからね。ロリコアット銀河さん、たわらかたおにぎりもあったよ。たわらかたおにぎりないよ、俺作ってないよ。ハピネスさん、和道先生はどつ？はい、はどつ。たわらかたないよ。これがツナマヨおにぎりでしょ。
はい、ツナマヨおにぎり完成です。スクちゃんが久米さん、いいね、逆三角。のりこあと銀河さん888。この目さん、ゆみそう腹減ったなお、こんばんは、関ちゃんが久米さん、おにぎり今度作ろう。ゆで卵さん88888888。じゃあ、味噌汁。味噌汁のポイントは、沸騰は…関ちゃんが久米さん、コンビニのおにぎりの味が落ちたような気がするね。あ、そう？最近あんまり良くない？コンビニのおにぎり。そうなんだ。味噌は沸騰させたお湯の中で入れたらダメだかんね。覚えといて。味噌は沸騰させたらダメだよ。ボコボコさせたら味がダメになっちゃうからね。じゃあシンプルだね。おにぎりとあら汁っていう。ゆたんかさん、ネギ入れました？ネギは腐ってた。入れてないね。袋の中に入れてたから湿気ちゃったみたいだね。残念ですね。残念だね。だから生姜しか入ってないね。まあシンプルでいいんじゃないかな。生姜と魚だけの。うまっ。うん。もうちょい濃くしようかな。味噌追加。これはいいね。ああ、魚のいい出汁、うまい。これはいいよ。ああ、いいな。お腹がスーッとあったかくなる。じゃないでしょうか。完成です。今日は手早くできました。食べましょう。パパッとできたね。お手軽料理。プロフェッショナルゲーマーさん、関慎吾は今日は配信しないのかな。
どうなんだろうね。え、しごさん、さっきなんかやってなかった？渋谷でどうのこうのみたいな。海宝さん、男性の料理してる姿っていいね。いい？で、これに青さを入れます。海苔をね、磯の青さ。ノリッキーのサチオコマ。ミミさん、ハロウィンに参加してなかった？ハロウィン行ってたよね。オッケー。ひでたまごさん、青さ美味しいよね。青さ美味しいよね。完成です。ミミさん、コスプレしてたよ。すごいよ、ほら、すごい。もいわいさん、こんばんは。青さはしぶいね。ゆたんたさん、青さいいですね。旨味が増しますよ。旨味が増すね。半分は明日のお味噌汁にとっておきましょう。よし、生姜とたっぷりだよ。はい、じゃあ完成です。はい、完成しました。あと銀河さん、でかい。包丁が入らなかったんだよね。お味噌汁できました。じゃあ行きましょうか、約束の地へ。よし、ゆで卵さん、うまいそう。うまいよ、こんなん絶対うまいよ。徳奈さん、おいしそう。熱い。よいしょ、熱っ。一人暮らし長いからね。じゃあいただいてもよろしいでしょうか。いい、食べて。お水取ってこよう。ミニさん、ツイッター見上げないの？プロフェッショナルゲーマーさん、ツイキャスの方でしたけど途中でやめたんだよ。解放さん、どうぞどうぞ。ツイッターに上げる？ツイッターに上げた方がいい。ワイワイさん、どうぞ。ツイッターに上げる？と銀河さん、ちょっと一回あのカメラ起動します。ゆでたまごさん、食べる前の祈りは？プロフェッショナルさん、つまり。ツイッターにあげたよ。ツイッターに写真あげた。見えてるかい？さて、じゃあいただきますか。天に増します我らが花火師よ。花火師様のおかげで今日も一日を過ごせることを感謝いたします。この世に生けとしすべての花火師様、幸あれ。出たわら。いただきます。いただきます。食べよう食べよう食べようぜ。
じゃあ、あら汁から行くか。あら汁から行きますか。近藤哲子さん、こんにちは。アンチオンで言わないのか。アンチはいない。俺の放送にアンチなんか最初からいなかった。アンチ忘れてる。いや、アンチなんていないから。俺の放送にアンチなんかいない。いただきます。うん、ま。生姜たっぷり入れて正解。うん、まいよ。見送ってみようか。あ、うめえ。うわ、やっぱアラだよ。うわ、超うまい。うまい。なにこれ、うん、ルリさん、あったまるね。あったまるし、おいしい。うん、うん、うん、ジャンクだね。もいわいさん、なんか嘘くさいしょ。うまっ。うん、うまっ。マヨネーズやばい。ゆたんたさん、今日はこの後冷えるからちょうどいいですね。うん、マヨネーズとご飯って本当に暴力だよね、もはや暴力。うん、あ、身もたっぷりあるじゃん。これはもうおかずだね。お吸い物に見せかけたおかずだよ。あら汁だな、やっぱ魚好きなんだよな。年だね、もう肉より魚だな、おい。年だよ、年。これがおっさんだよ、みんな。子供は唐揚げ食ってな。俺は魚を食うよ。うん。僕ダメ人間さん、クソジジイ。あ、うまい。エルビンさん、アラ汁簡単ですか？だってすぐじゃん。昨日だって一晩塩に漬け込んでおいただけで、あとお湯に湯通ししてあと煮てるだけだよ。10分ぐらいだよね。おにぎり結んでたもんね。簡単だよ。うまい。お、この骨に近い部分が一番うまいんだよ、魚は。山田与太郎さん、鼻高きは位高そうに見える、うん、エルビンさん、塩につけて置いとくだけでいいんですか、うん、お皿とかなんかボードの上にクッキングシート引いて塩でこうザラザラ、もう多めの塩で置いておくの。今ツイッター見たうまく撮影できて一晩置いておくの。いや、これ iPhone で撮ったやつよ。で、一晩、まあ1時間でも2時間でもいいんだけど、そしたら湯通しって言って沸騰したお湯をバーってかけて、ぬめりとか鱗を取るの。鱗を取るの。ぬめりと鱗を。で、そしたら、あとは煮るだけ。あとは、大根、人参、ネギ、生姜たっぷり入れて。さん、和田さん作るアラシルは間違いなく高スペックですね。あれ、誰でも作れよ。うん、うまい。うん、うまい。うん、うん、ゆたんたさん、おにぎりの具はシーチキンマヨが一番ですか？うん、
なんだろうな、おにぎり、まあ何でも好きですよ。ただ今ツナ缶が余ってたから作っただけで、まあ正式マヨ好きだし。山田与太郎さん、昔金梅がうまそうに味噌汁を食ってネタやってたけど、それ並みに胸そう。すげえうまいよ。なんだろうな、好きなの、おかか。うん、でもマヨネーズとお米の組み合わせが平気。マヨネーズとお米で何度助けられたか。ちょっと塩が強いなこれ。もういいわいいさん、梅干しを握りだけはわからん。梅干しも美味しいよ。あのね、食材は覚えておくといい。ちゃんこん、いいものを食ったらわかるから、ね、いいものを食ったらわかる。だいたい嫌いになるのはまずいものを食うから。初めて食うものはいいもの食ったりとか、あといいものとまずいもの両方食うこと。本当にまずいものと本当にいいもの両方知ることがね、食い物は大事。いいものだけ食ってても味覚がダメになるから。両方とも知るのよ、いいものとまずいもの。それで味覚のバランスが整う。だ定期的にいいもの食った方がいいよ。スーパーで梅干しいいのなんかどうせね、1000いくらなんだから。岩井さん、今まで食べた一番ふみいの葉？なんだろうな、なんだろうな、なんだろう、覚えてないな。なんだろう。田辺さん、一人暮らし何歳からしてるの？僕ダメ人間さん、身がすごいな。その魚。16歳。なんだろう、思いつかないな。僕ダメ人間さん、のんちゃんだろ。合わないですよ、何でも食べるからな。とかも平気ですか？香草系はあんま好きじゃない、俺は。香草系の料理あんまり好きじゃないですね。だタイ料理とかあんま好きじゃないんだよね。だね、料理名っていうよりも、コリン先生、イソマルスイサーにもあら汁あるよね。あると思うよ。魚扱ってるところはあら汁出すよ。だって食べれない部分を味噌汁に出したらね、うまいの作れんだから。うん、あいつもお願いします。延長したいんで、あいつもお願いします。うまい。でも自炊は哲学だから。開放さん、バーガーをプレゼントしました。バーガーありがとう。ちゃんこんさん、メガホンをプレゼントしました。バーガーありがとう。中村よしのぶ@江戸川さん、得た否認部落民の出自が汚いは同 W 同席元一定 NG にして逃げんだろう否認わら。ゆうたんたさん、バーガーをプレゼントしました。得た否認どころか、僕ダメ人間さん、大名の家系だぞ。お前より、お前の生まれより絶対いいぞ。そんなんでマウンティング取ったら負けるぞ。あの、生まれでマウンティングしてくんの、ついに。
生まれお前よりよっぽどいいぞ。コリンセンさん、花火をプレゼントしました。花火を延長します。まあ、ただなんか最近バグるんだよね、ふわっちのアプリが。またバグった。ちょっと後でこのメーター回しておきます。あー、魚もうめえ。コリンセさん、ありがとう。すごいうまいよ、身がブリブリ。結構食う量、食うところある。骨からも出汁出るからね。骨の周りの肉が一番うまいね。うまい。僕ダメ人間さん、出汁出てる。出てるよ、出汁出てるし、身がブリブリ、コラーゲンたっぷりでうまい。骨の周りが魚は一番うまいから、栄養があって。だからあのハラスとかもそうじゃん。要はね、あの一般に出回れないところが一番うまいんだよ。漁師が食うところが一番うまい。魚は骨周りが一番うまい、覚えといて。こりゃいいや。まあ、1杯250円ぐらいな。めちゃくちゃうまいよ、最高。油が一番乗ってるしね。あら汁なんかスーパーによってはね、まとめて捨てるような価格で売ってるからね。もったいねえよな。僕ダメ人間さん、明日の味噌汁具なしじゃんわら。いや、ちょろっと残ってる。漁師はうまいもん食ってんだよな。だからこんなの船の上で食えんだもんな、毎日毎日。羨ましいな、漁師。漁師憧れるよね。僕ダメ人間さん、まあ出汁汁か。まあ全然うまいよ、出汁が効いてて。まあ骨だけどね、こんな骨の塊だけど身も結構食えるんだよ。骨周りの身が一番うまい。まあ魚によってはそのあれだけどね、あの
骨がね大変だったりするけど、まあ穴汁なんてね骨を避けながら食べるもんだからね。メカジキいいね。ちょっと味噌入れすぎて濃い。最近しょっぱいのがダメになってきた。しょっぱいより出汁効いてる方がいい。減塩にしよう。ごちそうさまです。よし。美味しかったです。ごちそうさまです。ていうかこれどうやったら治るんだろうな。ゆで卵さん、めっちゃうまそうに食うですね。いやめっちゃうまかったもん。いやうまいでしょ。これどうやって直すんだろうな。乗り越えた銀河さん人。なんかね、テロップがおかしくなるんだよね。これ不具合出てないの他の人。もう画面の半分ぐらいテロップになっちゃってんだよね。僕ダメ人間さん。あとは配信に出会ってなかったら今頃何してただろうね。まあ何やってもうまくいってたかもね。何かしらやってたんじゃないの。まあ、ライブハウスやったり、ルームシェアやったり、今で言うあの民泊ね。あとなんだろう、何やったかな。いろんなことやってたよ。フリーペーパーやったり、まあ、何やっても。人間さん、嘘つけ笑。何嘘つけて、嘘なんかついてない。何嘘ついた。何も嘘ついてないよ。何も嘘ついてないよ。何やってもうまくいくんだよ。俺本当に思うもん、才能がどうとかじゃなくて、うまくいくやつは何やってもうまくいくんだよ。こけつさん、配信以外は長続きしないってのはわかる。こけつ、それ間違い。俺成功するまでやめないから。僕ダメ人間さん、それなわら。それは間違い。要はね、うまくいく人って何でも手出して見切りが早いんだよ。で、うまくいかないやつって何もやらないやつだもん。俺やりたいこと全部やってやめるときパッてやめる。やりたいことやるために生まれてきたんだから。だろ？多分何やってもうまくいく自信あるよ。まあ例えばね、配信より先に映像の世界に興味持ったら映像の会社に入ってただろうし、映像の会社起こしてるんじゃないの、なんかベンチャーで制作会社とか。何やってもすぐプロ級になっちゃうんだよ。才能だね、これは。なんかうまくいっちゃうんだよね。じゃあ仕事で困ったこととかあんまないもんな。小口さん、いいな、才能に恵まれて。何？コメント欄が今見えないからもう一回言って。
さん、シンク小さいと洗い物面倒だよね。面倒だね。料理させる気ないよね、このシンクね。ふざけてるよね。カップラーメンしか作らせる気がない。トングさん、和道さんの活躍を一度でいいから捨て頃のリングで見てみたい。切実。猫の目さん、和道に帰ったバク、ほからもぐもぐ。え？今帰ったの？帰り。この目さん、ただいまわら。おかえり。おかえり。甘いもんが食べたくなっちゃうね。これデブの思考だね、デブの思考。スイーツが食べたいね、スイーツが。パフェかなんか、パフェ食べたいな、パフェ。正解さん、猫の目ピカワラ。ゆでたまごさん、物件のシンクが大きくて食洗機完備ならよの男たちも進んでキッチンに立つだろうに。新生和道ギャルズ、猫の目だから。猫の目とかシトルリンとかギャルズが集まってくるからね。私は最近新生ギャルズができたから。新ギャルズ、小鉄さん、うちの台所は嫁に合わせて作ったから洗い物とか低くてやりづらい。あ、奥さんに作るとね、合わせるとね、低くなるよね。まあでもいいじゃん、奥さんに合わせて。奥さんがメインで使うんでしょ。てかこれツイ、これどうすりゃいいんだろうな。どうやったら消えるんだろう。なんかおかしいんだよね、バグってんだよね。言えない。どうしよう。なんかこのバグ直してほしいな。キョンスケさん、キューキャルズはどこを行ったの？いや、テルチャンピンとこいいんじゃないの。コテハン変えて。霊界さん、蒲田駅ナウで猫の目、アイテムもらったらお礼言わなきゃあかんよ。和道、猫の目、お前ブロックな。その後、ブロック全解除。なんでこれ消えないんだろうな。霊界さん、わら。猫の目さん、パク、ほから、もぐもぐしょうもない。しょうもないね。アンチは嫉妬の塊だからね。小鉄さん、チャンピンとは仲直りしたん？
カレー風味事件から。喧嘩してないよ俺、三人と喧嘩してない。その方霊界さん、しょうもない嘘ついてたのあんたじゃん。私ブロックされたことないとか、こけつさん一方的にムカついてただけか。いや、そうそうそう、俺がムカついてただけ。喧嘩はしてないよ。猫の目さん、小さいねん。言うね。いいね、そうね、小さいね。いいこと言うね。僕ダメ人間さん、ハゲハゲてるよ、ほら。霊界さん、変なおばさんも多いんだよね。そこも面白さではあるんだけど、わら。ゲーハー。霊界さん、なんでしょうもない嘘つくの。こけつさん、のりこを超える変なおばさんはおらんから大丈夫。のんちゃん変じゃないよ。猫の目さん、しょうもない質問すんなって。霊界さん、まあそこも含めてのは同配信ではあるんだが、これは何だろう。僕ダメ人間さんはどの悩み待ち相談しないの。相談とつまちやってもいいよ。いいよ、やる。久々コラボ配信、コラボつける。今日寝ながら悩み相談やる。やろうか、コラボ、コラボ枠やろうか。猫の目さん、わしにリプすんの弱し忙しいパク、ほからもぐもぐ。あれ、コラボっつうか、イヤホンがないとあれできないよね、確か。イヤホンあるかな、ちょっとイヤホン探すわ。これで使えるかな。僕ダメ人間さん、まあ僕は上がらんけど、わら。こけつさん、コラボでイヤホン。コラボはイヤホン使わないだろうね。しょうもないこと、和道と似たけもの同士なんだろうけど。みーすけさん、悩み相談は久しぶりだね。あ、マイクが、イヤホンが壊れてなかったらね。どう？声聞こえる？正常に聞こえる？あ、あ、あ、どう？いける？いける？オッケー。うわ、うせえうせえうせえ、みーすけうせえよ。びっくりするわ、でっか。じゃあ悩み相談枠やる。今から悩み相談枠やる。マイクこれで合ってんのかな。ガサガサ言う、これで。ああ合ってる。じゃあやろうか、悩み相談枠。